はい、皆さんこんにちは、橋口です。今日は仮面ライダーゴーストについて語りたいと思います。この仮面ライダーゴーストというのはですね、現在放送中の仮面ライダードライブの後にある番組でして、10月に放送開始されるということです。今回やっぱり期待してます、今回の仮面ライダーゴーストで。変身のキーアイテムがですね、アイコンという目なんですよ。目、一つ目の目なんですよ。それが一つの目がなんかベルトにくっついているということで、すごく面白いアイテムだと思うんですよね。グロテスクなんですよ、見た目が。すごくグロテスクなところもグッド、僕の中で最高、満点です。ベルトも欲しいなと思ってますし、あと英雄偉人の力でフォームチェンジするんですよね。で、英雄偉人っていうのは剣の達人宮本武蔵、そしてアイザック・ニュートン、そしてトーマス・アルバ・エジソンの力を使って仮面ライダーは変身するそうです。フォームチェンジするごとにやっぱり偉人の力を借りるってことで、やっぱり歴史の勉強にもなりますし、まさに教育番組だなと思うんですよね。宮内博さんも言ってましたよ、ヒーローものは教育番組だと。戦隊ヒーローもの、仮面ライダー戦隊ヒーローもの、すべて教育番組だと言ってました。というわけでね、やっぱり仮面ライダーゴーストに期待してます。今現在放送中の仮面ライダードライブも面白いんですけども、僕はですね、仮面ライダーゴーストすごく興味深いなと思って、今熱く語りたいなと思って今回この動画を撮ってます。ぜひ、もう一つ情報忘れてました。最後に、この仮面ライダーゴーストはですね、8月8日公開の仮面ライダードライブサプライズフューチャーに出てくるんです。じゃじゃん、出ます。ですから、いち早く見たいなと思う人は、ぜひ仮面ライダーゴースト見たいなという人は、この映画仮面ライダードライブサプライズフューチャーを見てください。僕も見に行きたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。では今回はですね、暑く、夏なのに、夏だからこそ暑く語りました。仮面ライダーゴーストについて暑く語りました。まだ2ヶ月ありますからね。こんなに早く暑く語ってどうするんだって話ですけどもね。まあ期待してますんで、仮面ライダーゴーストよろしくお願いします。では今回はここまでです。グッバイ、ありがとう。